毛の処理が大変なのよ。みんな兜かぶったことないからわからんじゃろう。毛が一番重要なのよ。毛で持って持っておる。我が風格をさよう。こういう、なんじゃろうな、戦国時代の毛というと、現世の髪の毛と同じように、格好をつけるという理由でもやっておると。例えば、我が多い前田慶次郎、あの者は今、寝癖と申してこう、ツン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 やっとるが、戦国時代は、前髪だけをスパッと立てて、後ろを縛ったりしようとか、こういうなかなか奇抜な髪型をしている。そういうものはたくさんおる。そして、我らの時代、酒屋と申して、時代劇とかよく見たことあるかな。時代劇見たことあるもの、逆に見たことないものおるのか。時代劇あ、おらんか。あ、ちらほらおった。まあ、あげづらいな、こんなのはな。まあ、そういう時代劇、おぬしらも親しみのある。あいこで、ここがいわゆるスランとなっとるじゃろ。それはな、あれ酒焼きっちゅうんだけど、あれは戦国時代、我ら、こういう兜をかぶって、そして綿袍というな、お主らがつけておる。あ、そこにもな、マスクをつけておるな。こういうマスクのような、ここを防御するものをつけて、戦場に取ったわけ。見たことないかな、甲冑が一式揃った姿。こう、椅子にこうやってな、腰掛けて、こうやってやっとる甲冑を見たことあると思う。さあ、その腰掛けはこれを使ってください。わざわざ。こういう座れる時間もあと少し。女様が来たら、私は嫌顔でも。今だけじゃほんのひととき、そのまま。ただ、我らもこう椅子に腰をかけると思うして、現世のものみたい、深く椅子にどっかり座って、こういうな、こういう座り方をするものは我らの時代はそうそうおらんかった。確かに、お主たちは椅子と申すやろ。我らの頃はな、まあ、ロッテやったり腰掛け。腰掛けちゅうのはな、座るためのものではない。立っておる途中、体重を預けるやろ。なるほど。治るもそうなんです。いやいや、親方様が気になっちゃう。いやいや、大丈夫。いや、邪魔しとらんですよ、わしは。子供たちがいち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 、なんか、ぴょ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 。どうしら、黙っといてくれ。徳川殿の話の時は。徳川殿、お主の出番ですぞ。徳川殿。あ、さよ、わしの。その時はいいんじゃん。その時は。わしの時は、徳川殿しゃべる時だけ、静かによ。喋りづらいわ。いやいや、感心しとるんですか。我らゆえに腰掛けというのは、この立ってる間に少し預けて、前提的には次の動作に移れるように座らんの。しかしながら、こういったところでは体重を預けるという、まあ、お主たちと我らの用途が違うといったことは確かに。ただ、それゆえに我ら戦国乱世の物の人たちは、まあ、平均身長155センチぐらい、現世で言うと、まあ、そのぐらいのものが多かったけど、まあ、わしとかは例外で182センチほどその当時があったわけじゃけれども、確かに現世で見ると年齢は小さく見えます。なの米国では180センチ、6尺が平均身長だった。誠に。米国ではな、6尺、180センチ。まあ、わしや年下の方が平均身長。ただ、その身長が高いからと申して、必ずしも強いというと、そうではござらん。確かに、僕のことしたな、年下の初めて年江殿の名を聞いたときには、長篠の戦いで軍令違反をいたし、ピャッと飛び出て行って、怪我をして帰った者がおる。いや、その前は何という名前じゃ、前田利家という名前。ああ、そういうことか。その前田利家という名前の最初に認識したのは、怪我した男。まあ、今と申せば、笑い話だけれども、それだけ。血気盛んだったということよ、わしも。それ自体あったんじゃ、わしの若い頃にな。初めて見たものはわからんじゃろうが、わしは、暴れん坊で知られとったんじゃ、昔は。
自分が暴れん坊と申すのは今は。まあこういうことよ。刑事はな、歌舞伎者って言われてるんだけど、元祖歌舞伎者じゃな。そして元祖の元祖は親方様です。さよう。その元祖がわし徳川家康ですな。何にもそれに対しては突っ込まん。いや今実際に物理的に2回突っ込んだ後では分からん。あーもっとしてください。ド M か。将棋に座らせていただいてもよろしいですか。いや、好き。あ、トシエトムの分がなくなった。トシエトムはちょっとおー当たり前にございます。久しぶりじゃない、ここ土曜にございます。3ヶ月ぶりぐらいか。こういうもんだろ。犬越しに撮っておりまする。顔はちょっとそんなに何かあったらそのやりで。ガンならわしが連れて帰るの。何県？は？北京。中国の。いくらぐらいですか？捨てられてたから。寄ってきてやったのか。いいな、うん、今ではいるのかな、みなりを売られるんだと、お前みたいな。お前売られたんだよ。赤マンがすごい。赤マン、あれ、いやじゃあってならない。さあ、あ、多いな今日。すごいな、ありがたいな。だいぶ気候も良くて、ええんじゃない。龍馬さん今やってまいられます。さあ、2時半からまた再び我々のね、演舞があるということで、ぜひとも見てもらいたいな、次郎三郎。初めて清間さんが。あ、初めてでございます。初めてなんだ。ご一緒してみよう。じゃあ楽しみだな。午後も何やるんだろうと思ってるんだよな。それがまあ、そうか。むしろもう絶対わかんない。ほぼほぼ10人出されるとわかんないから。大体5人とかだったら大体これじゃろうなっていうかな。もう大体あの目星つけるからな。10人だったらな。だってあれだもんな、今日は短い3本昼からはやるかな。ですな、短い3本。短い3本。第六天魔王の巻。ちょっとしんどい、ちょっとしんどい、それ3本やられた。金ヶ崎の軒口、天下の水の巻。わー、3本まで。これじゃ。お忘れですか。いろんなもあるもんな。まあそんなことなんでな、うん、あまあぜひこの3連休を楽しんで、いろいろな催したくさんやってるから、ぜひとも楽しんでもらいたいということと、それから来たる来月か、6周年が行われるということで、まあ南田11月3日だと思っとったのかな。3日、大体いつも3日なんだけどもな。この度は、6日 ?7日じゃな。7日に行われるということで、ぜひともこちらの方でもな、みなみなの期待に応える、そして我々のこの作業を見据えた演舞を作り広げようかなと思っているので、ぜひとも、まあ、こちらの方にな、足を運んでもらいたいと
いうことで、あとは何か名古屋祭りもあると。本当にこの秋は一体な、目白押しと昨日なんて聞いてみりゃいろんな武将がいろんなところで出陣しとったってな。わしも相模にそのくらいで行って、むしろ酒、ただ酒飲んできて、わしは歌舞伎、歌舞伎じゃしっけえな。信長様、それは聞き捨てなりませぬ。何してたのじゃ。焼酎のいろんな割り方で飲み比べをしとったのですよ。お前ちょっとわしラジオから戻った時、お前ちょっと変わっとったの。わしはあんだけ喋って、しゃべるくり倒してない、MBG も取って、よっしゃーと思って、次に繋がると思ったら、お前赤くらったお前もな。しけら信長様、ね、これはお言葉ですが、飲み直しただけでございます。これいかんじゃん。堂々と言うんじゃないの。下はね、死因の酒をもらったんです。で、我らチビチビやっとったんですが、清正は人の話を途中にこうクッと振っておりましたね。それは信長様。それはあれでございます。何の説明にもなったんだ。青敵画みたいな。ガーン。梅津仮想的な。難しいな。まあ、でも大体の人間わかるんじゃない、年齢的に。自分わかってるでしょ、一番。一番じゃない。一番じゃない。なんだろう。この辺で。この辺でさ、わし大好きそういうの。叩けたけでも叩かれてなんじゃな。わしのモットーにするの、出る杭は打たれる、出過ぎる杭は打たれない。え、結構出とるよ。まあそういうね、皆さんの交流をどんどん図っていきたいなというのが、まあ、わしの、ね、考えだからね。ぜひともわしのところに絡んでいきましょう。そうさ、切るからね。さあ、ということで、昼2時半よりも我々名古屋おもてなし部署団10人にて演舞を取り行う。お聞き許す者はぜひとも参られよ。こたびありがさんじゃった。さらばじゃ。ありがとうございました。